カリルベルはカリフォルニア州サンタローザ出身の元、アメリカンフットボール選手。NFL のシカゴベアーズ、ニューヨークジェッツ、グリーンベイパッカーズに所属していた。現役時代のポジションはランニングバック。高校時代はランニングバック及びディフェンシブバックとしてプレーした。UCLA に入学、2005年には第3テールバック及びリターナーを務めた。 2006年には足首の怪我のため7試合の出場にとどまった。2007年にはわずか8試合の出場ながら142回のキャリーでチームトップの795ヤード 5TD を挙げた。この年のスタンフォード大学戦では195ヤードを走った。2008年には先発9試合を含む10試合に出場 7TD を挙げた。 2009年4月27日、ドラフト外フリーエージェントでミネソタバイキングスと契約したが、8月16日にウェーバーされた。同年9月16日、シカゴベアーズとプラクティススクワットとして契約、11月20日に故障者リスト入りするギャレットウルフと入れ替えでアクティブロースター入りした。11月22日のフィラデルフィアイーグルスとのサンデーナイトフットボールで、 NFL デビュー、その試合の最初のキャリーで72ヤードを獲得。これは近代 NFL における記録であった。2011年12月18日のシアトルシーホークス戦で NFL 初 TD を挙げた。マット法廷、マリオンバーバーが故障した後、第16週のグリーンベイパッカーズ戦、第17週のミネソタバイキングス戦では、アーマンド・アレンとの争いに勝ち。 先発出場した。パッカーズ戦では23回のランで123ヤード、4回のレシーブで38ヤードを獲得、非階級 b のジョシュマカウンと共にその試合のオフェンスで400ヤード以上を獲得した。シーズン終了後、制限付きフリーエージェントとなった彼は2012年4月、ベアーズと1年126万ドルの契約を結んだ。 同年8月に70万ドルへのサラリーカットを拒否し、8月23日にウェーバーされた。その後、第2週のグリーンベイパッカーズ戦で法廷が負傷したことから9月15日再契約を果たした。その後ベアーズがタイトエンドのブロディエルドリッジを獲得した際にチームから解雇され、11月13日にビラル・パウエル、 上クナイトが負傷中のニューヨークジェッツと契約を結んだが、12月11日、ワイドレシーバーの補強を必要としたジェッツが、ブレーロン・エドワーズを獲得する際、解雇された。12月18日、故障者リスト入りしたマイケル・ブッシュの代わりに、シカゴ・ベアーズに復帰した。2012年シーズン終了後、フリーエージェントとなっていたが、2013年8月11日、 足を骨折したジョン・グリフィンの代わりにニューヨーク・ジェッツと契約を結んだが、9月1日に解雇された。12月2日、グリーンベイ・パッカーズと契約を結んだ。ありがとうございます。